ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと全実践紹介、危ない取り調べ、イヤホンの使用をおすすめします。何これ、大丈夫ですか皆さん、ちゃんとスピーカーとかで大丈夫ですか、あの茶の間で見てる人いないですか、僕の配信を今みんなどこで見てんのよ、ちゃん大丈夫、周りに人いない、何を実践するって言うんです。うわすげえ、えでもルーツをなくしたのはあんた。ボスがね、よろしくって。あら、言い訳したい？冗談よ。だってまだまだおしゃべりしたいもの。このここに指入れてんのめっちゃいいよな、尻尾ゆらゆらしてる、はえー、え、あこっちからこう基本から装備やった時髪の毛直してる、絶対私を見てる、いいや俺だね、いいや俺だね、すっごい揺れてるね尻尾、ベルトが、ネクタイが揺れてるよね、本当にアイトラッカーなくてよかった、セス爽やかだな、たくましいんだよな、この腕いいわ、かっこいいね、イケメンだ、イケメンだけど可愛いんだよな。今日皆さんはどうですか運気は。僕はまああのちょ最近ちょっと最近で、ね、まあこの1週間ぐらいはねあんまりこう運を使ってないんでね、今日のために取っといたんで大丈夫です、任せてくださいよ、目にもの見せてやるぜ。はい、うぇい、 60? お、一発目じゃない、一発目じゃない、いや幸先いいな、はい、オッケー、かっこよくない、この温度器、磨き抜かれた切っ先、かっけー、武器も貫突、いや僕全ゼロ武器貫突してないっすよ、何をおっしゃいますか皆さん、来週のスターレイルをご存知か、再来週の原神をご存知か、はい、じゃあキャラクターいきます、はい、治安官、おお待って待って待って、見たかった、うわやった、助けがいるなら俺を呼べ、またでもまた出るときに確か喋ってくれるもんな、しかもさ全ゼロのガチャってさ2パターンぐらいあるよね、このガチャ登場時のセリフ、まあすり抜けるんだったらグレースかリサさんがいいな、やっぱりまだねグレース無凸なんだよな、んリサって言った俺、リナさん、リナさんやばい、怒られる、女の子の名前間違える、まずい、まどい、まどい執行官、天井が来ない、あぶねえ、天井回避、肩を並べて戦いましょう、まあいいんだよいいんだよいいんだよ、まあいいよいいよ、まあ一発目とりあえずさ、とりあえず全員行こうよ、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 犯罪行動学の専門家ジェーンをよろしくね、座ってんだけど、あんたがサンプルになってくれるの、はい、ジャトヤの従業員アンビ、全然セスがコン、セスが見たい時にコン、全然来ないじゃん、なんで？お、またトップバッター、ジャトヤの従業員アンビ、もうそれは分かったよ、もう自己紹介はいい、アンビもう自己紹介はいいよ、
来い。よし、80。肩を並べて戦いましょう。犯罪行動学の専門家ジェーンをよろしくね。でもセスのセリフが聞きたいだけなのに。来い来い。ジャト屋の従業員アンビ、準備完了。ドゥダドゥドゥダドゥドゥドゥダドゥ。ジャト屋の従業員アンビ、準備完了。白銀重工施工班班長安藤だ。やるぜ。ピックアップ何になった？いつか必ず優秀な治安官になってみせる。なれるよ、君ならなれるさ。やばいだろ、セスに比べてアンビーの枚数やばすぎるだろ。来てるの、どこ行ったんだよ。来い。いつでも任務につけるわ。え、好き？俺のこともしかして。え、もしかしてだけど気がある。ごめんだけどなんか気があるよね、これは。ちょっと勘違いしちゃいそう、さすがに。ああ、自重だ。天井や、これ。ガチ天や。ガチ天に行けや。こう。3番目。肩を並べて戦いましょう。来い。あれ？次ぐらいだ。来た来た、私の出番だ。来てない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 、出番じゃない出番じゃない。ごめん、まだかも。天井すり抜けが一番きつい。やばい、すり抜け天井だこれ。まずい、まずい。約束された勝利、敗北とも言う。あら、捕まっちゃった。あら、捕まえちゃった。いや、3-1か、全然順調だな。いやでもこっからやっぱなんか釣り合い取ってくるからな。やっぱり結局なんか勝ってるやんと思いきやさ、いつも最終的には 3-3 みたいなさ、 3-4 とかさ、 4-3 とかさ、じゃない？ロボイ、天井だ、またまた天井だ。やだ、すり抜け天井はやだ、すり抜け天井はやだ、やだー。頼む。1番目なのが緊張するって。運命の瞬間です。逮捕されたいの？じゃあお手手を出して。あ、出します。逮捕されたい。お手手、おだ、お手手出すだ。正直でもさ、カリュドーンの2人がさ、めちゃめちゃ良さそうじゃん。だからカリュドーンのために頑張って貯めようかななんて思ってたけど、今回の PV でうわっ、ジェン初期ってなった人も多いんじゃないか。これさすがにあの PV 見ちゃうと、あ、初期ってなっちゃう可能性あるな。これ来た。天月くん石貯めるみたいな感覚あったのか。いや、みんなの話よ、みんなの。いつでも任務につけるわ。頼みやす。何に勝つかは重要じゃなくってよ、片っ端から勝っちゃえばいいんですわ。ご主人様の願いこそ我が無常の使命です。あり、あれ、俺ライカン、あれライカン何突だ。
あれ？あなた様のために。おっと、やべえ、雷管貫突する、差が激しくないか。雷管ぬっこだな、雷管ぬっこが貫突するな。なんでグレースこんな来ないんだよ、おかしいだろ。マジ？こんなん実質雷管ただやん。無料配布されたいの？じゃ、お手手を出して。出します。歌い手のアマツクさんかと思った。あー、歌い手のアマツクさんね、よく言われるっす、似てるって。あーね、歌い手のアマツクさんは歌を歌ってらっしゃるからね、まさかガチャなんて。こんなね、毎週のようにガチャ回してるわけないですよ、歌い手のアマツクさんが。申し訳ないですよね、なんかあのちょっと同一人物って思われちゃうのね、名前が一緒なだけでね。まさか一緒なわけないじゃないですか。よし、これがすり抜けなしでいくんですよね。猫探し？それともアヒルか？セス探し？どんなことでも手伝うぞ。ジャトヤの従業員アンビ、ジュン、任務が終わったら打ち上げだよね。打ち上げだよね。おや、テクニカルサポートかな。噂をすれば、スレーバグレースじゃん。噂をすればグレースじゃん。噂をすればグレースハワードやん。これは勝ちやん、実質。ライカンも無料で引けたし。ちょ待って、やばい、待って、書いてる間に。いや、なんか今日は勝てる予感がしてたんよな。犯罪行動学の専門家ジェーンよ、よろしくね。よろしく、よろしくお願いします。あう、あう、交換しよう。153ですか、行っちゃいましょうよ。ね、ガチで心配されてるやん。最近貫突ばかりしててとても不安です。お金遣いがとても荒いです。親も心配すると思います。カードの使用履歴見てください。とても大きい額使われてるのは気づいてください。貫突じゃなくて無突でいいんですよ。ガチで諭されてる、ガチで諭されてる。親、親って、親も心配するか、ありがとう。でもなんか、いや、親じゃない、もうそのコメントが。なんかごめん、ほん、でも心配してくれてんだもんね。でも僕これ以外に使い道ないんです、人生で生きてて。お金の回させてください、ガチャを、ガチャを回させてください、ガチャを、ガチャを回させてください。お酒もタバコもギャンブルも女遊びだって何もしないです。僕は美味しいご飯を食べるのと猫に囲まれて暮らすのが好きだ、ゲームが好きだ、成人男性です。歌を歌います、声優をします、あとガチャを引きます。祈り、謝罪、謝罪からの祈り、謝罪からの祈りからの2枚。え、もう確定じゃんこれ、勝った。え、これ2枚ジェーンだった場合逆に困るまである。どうなるんだ。テクニカルサポートかな。やばい、よっしゃー、じゃ、父さん、母さん、俺やったよ、やったよ、俺仕事頑張るよ、俺無敵な息子だけど、いつもライブとか見に来てくれてありがとう、もっと頑張れよ俺。いや、噂をしてたらグレース2枚引くのやばいな。グレースとライカンと猫また1回はほぼ2枚抜きなんだよな。だから実質敗北1なの、今日これ。言霊は存在します、あなた様のために。え、さらにターゲットに対して追加攻撃を1回行い、ジェーンの異常マスタリー 1600% 分の
1600%分の物理力性ダメージ1600%分の物理力性ダメージ、ドア、ほらリスナー見ていいぞ、好きにご褒美タイムや。DOE ってもしかしてEDO のアナグラム、これエドこっちから読めばエドになるよ、これエドに、エド何がとは言わないけど、でかいな、何がとは言わないけど、いやトントンパちょっと組みたくなるよね、確かにトントンパやってみて、いきます。もう一回でも衝撃出したらもうこっから止まらん止まらん、もうこっから止まらん、あ敵解ける、はい、サルコジャンプ2回できます。衝撃で70万、はい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 、やばいこのギャラ壊れてる、やばいやばい、えずっと回れるんだけど、くる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 、ふっと衝撃気持ちよすぎんだろ、やばい、うん、マジでね、あらら、やばい強行が強すぎる、ごめんね、気持ちいいこれ、やばい、てかもう終わんないもん、はなボケ、待って俺、なんかセスの防御配ってない、配ってない、じゃあ手を見つけ、あー90万出しちゃった、ガツンって HP 減るの気持ちよすぎる、わかるわ、めっちゃわかる、気持ちいいよな、ちょっとさ法に触れてもいいか、俺は自分行くっすわ、俺みんなと一緒に夢見てえわ、行こう、うわーちょっとグロいなーこれ、やべえ、アルバイト始めよっかな俺、コンビニでとかでいいかな、なんかいいバイト紹介してくれないみんな、ただ直近でゲームの大会とか開かれないかな、ゲスすぎる、ゲスすぎる、ちょっといい成績残してちょっと、よし頼むぜ、はい、まず1枚ね、いやみんなはもう絶対に真似しないでください、もうこれはあの反面教師ですから、僕の配信は常にさっきみたいなもう本当に心配するコメントが流れることだってあるんです、で不快な気持ちにはさせたくないんだよ、でももちろん、よし、今日良すぎるわ、引きが。正直スターレイルはもう何も困ってないんだよな、パーティー的に。ヨミとホタルがね、破壊し続けてるから。これも勝ちます。勝たせていただきます。よし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 、
ゲロやべえ、これゲロやべえ。え、早すぎ、マジ。まあ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 、早いし早いし早いし、これこの程度この程度この程度よ。全然全然全然レスゾーンゼロよ、もうこんなの。全然全然レスゾーンゼロよ。なんでまだガチャ引いてんだ、多分全員が持ってる。なんでこいつまだガチャ引いてんだって思ってる。一回終わったはずなのになんでこいつまたガチャ引いてんだろうって。天井、天井っすかこれ、天井っすかこれ。天井っすかこれ、天井っすかこれ。オッケー、終わりました。今日はジェーン34、温度器41。でもジェーンは2枚抜き1回して最速引き2回してるから実質61で、温度器もクレタの温度器持ってないから実質これは50全勝です。今日全レスゾーンゼロを壊しに来た。異常マッサリ443、400欲しいんだもんね。会心ダメージ78、おわいいじゃん。率は別にいらないしな、発生するからな。もしかしてだけど、もしかしてだけど、このジェーンってもはや短期でいいんじゃないの。ノーバフ53万よーし。はい、弱点見つけ、はい、100万よーし、逃がさない、18万、やばい、ずっと回ってます、ずっと回ってます。なんだこいつ、強すぎ。俺今やってんの05フォローじゃない。いや、このさ、これ以降のキャラクターのどうすんの、どうすんの、この後この下流ドーンの子はどうするの、この上がったハードルをどうすんの、マジで。